のマネージャー裏話。皆さんおはようございます。カルタクラブののっちゃんです。この番組は教育カルタ名人川瀬正義のマネージャーなっちゃんが名人がカルタで最高のパフォーマンスをするために私がしている日々のサポートや考えていることを気ままにお話しする番組です。今日は6月13日木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、まず最初にお知らせをさせてください。カルタクラブが主催する教育カルタ初心者向けイベントカルフェス、オンライン販売を開始しましたということでね、はい、一時は販売やらない方向になっていたのですが実施することとなりました。どんなものがあるかと言いますと、カルタバインダーでしょ、でカルタ色紙、カルタお守りくじ、でカルタクラブタオルで、あと大会でも使う決まり字100人一首、そしてカルタ縁日で遊べるお楽しみ券です。お楽しみ券は会場の受付で無料で1枚お渡しはしているんですけれど、縁日3つのブースがございまして、カルタしおり作り、札払いシューティングゲーム、あと歌人診断、券1枚で1回分なので、まあ、全部で遊びたかったりもっと回数やりたいなって思うなら追加で購入されることをおすすめします。ちなみに私の一押しはカルタバインダーです。前の放送でも言いましたね。サイズが A5 で、まあ、で大きすぎなくて小さすぎなくてちょうどよくって、色紙もね、カルタ色紙も挟めるんですけど、カルタの練習記録、練習日記としても管理にね使えておすすめです。でバインダーとカルタ色紙はここでしか手に入らないというか、カルタクラブのリアルイベント現地でこう手渡しするっていう形でしか行ってないので、まあ、この機会にぜひお求めください。カルフェス特設ページでは写真なども見れますので、ご覧ください。概要欄にリンク貼ってあります。会場で現金による受付はできなくて、オンライン購入での、お渡しのみになりますのでご注意ください。そして当日はみんなで和装大作戦というのを行います。はい、今回スタッフは和装をしてるんですけど、スタッフだけだとちょいと寂しいですよね、ので参加者の方も和装しませんかという企画です。プチ特典あり。当日和装できてくれた方には受付でお楽しみ券をもう1枚プレゼントします。なのでぜひこちらもねご参加ください。はい、さて本題に入りましょう。今日のテーマは久々新企画始動 YouTube ミーティングをしましたということでお送りしていきます。実は昨日、このラジオは前日に収録しているので、まあ、アップしてる時にも一昨日かなって思うんですけど、はい、一昨日カルタクラブの部員さん、カルタクラブルームの部員とオンラインミーティングをしました。はい、何のミーティングかと言いますと YouTube ですね。 YouTube 最近ね、私のラジオばっかりだもんね。本当に申し訳ない皆さんには申し訳ない。そう、ラジオは基本スタンド FM で撮ってあげてるんだけど、まあ、それをね YouTube と連携させて自動でスタイフで撮った放送が YouTube にも流れるようにしているんですよね。はい、で話を、はい、戻しまして、なんでミーティングをしたかというと、YouTube のメンバーシップ機能を使って新企画を始めようかなって思って、そのミーティングを川瀬名人と私と、まあ、あとカルタクラブルームの部員の動画編集者さんとね話し合った、っていう感じです。皆さんメンバーシップって知ってますか？そもそも、はい、メンバーシップって、まあ、要は有料会員、まあ、そのチャンネルのメンバーシップに入るとメンバーシップ限定の動画が見れるっていうものね。入ってないと見れないっていう感じ。でそれと掛け合わせた企画を検討しております。昨日はね、実は第2回のミーティングで5月くらいだったかな、第1回はもうすでにやってるんですよね。はい、なんかね、
久々に YouTube、まあ、動画のミーティングをしたから私すごいテンション上がっちゃってミーティングでね、まあ、ちょっとさ喋りすぎちゃったかなってもう後から反省したりしてます後から自己反省会みたいなね、よくやらない、みんなやらないかな私やっちゃうんですが、まあ、やっぱりね動画の構成とかを考えるのは私好きみたいで、うん、あの編集作業、まあ、例えばカットとかテロップ載せとか、まあ、そういう単純作業はちょっと、まあ、得意というか好きじゃないというか、まあ、めんどいなって思うんですけど、あの動画のね展開とか構成とか演出、まあ、そういうのを考えるのはすっごい好きなんですよね、まあ、だから、まあ、とても楽しい企画会議ミーティングでした。2時間くらいやったかな、多分第1回の時も2時間くらい2時間超えかなやって、今回も2時間くらいやったかなと思います。はいはいはい、聞こえてきましたよ皆さんの声。新企画って何っていう話ですよね。もう焦らない焦らない、焦っていいことはないからね。うん、新企画はね、どうしよう、言おうかな言わないかな、でもまだ詳しくは言えないかな、まあ、固まりきれてないところもあるのと、いやでもねもう実はちょっと情報は出てるんですよね、まあ、カルタクラブをよく日頃からウォッチしている人はあの感づける方もいるんじゃないかなって思います。まあ、ただあの昔挙げていた、まあ、いわゆるエンタメ系、まあ、ザ・ユーチューバーみたいなユーチューバーっぽい感じではないですね、まあ、だから郵政とか、まあ、イガとかナビとかは出ないかな、まあ、ちょっとこれ聞いてがっかりしちゃった視聴者さんもいるかもしれないんですけれど、まあ、そこはねあの申し訳ないかな、まあみんな3人のこと大好きだもんね、うん、あのそこはごめんなさいなんだけど、でもまたそれとは違うね別の企画を今練り練りしているところです。撮影は一部もう終えていて、でまだまだあの絶賛作成中っていうところなんですけど、まあ、徐々に情報解禁できたらいいなって思っておりますので、あのぜひ楽しみに待っていただけたらなって思ってます。まあ、そんなところで今日の放送は終わりにしたいかなと思いますが、あの最後にねレターをいただいたので紹介させてください。ラジオネームピヨコさんから、はい、読み上げますね。おはようございます、いつも楽しい放送ありがとうございます。第71回の無理案の回、うん、素敵なお話ありがとうございます。ビフォーアフターのお庭作りとかよく見ていたのに全然知識増えてない。ムリンアンのお庭いつか見に行きたいです。カワセアンも楽しみにしてます。生きてるかなといただきました。ありがとうございます。あのビフォーアフターってあれですかね、あのテレビ番組のなんか大改造劇的ビフォーアフターみたいなですかね。あれ私もめっちゃ好きだったんですよね、小学校くらいだったかな、その絵は。はい、今の高校生とか知らない、知らないよね、知ってる？あの視聴者さんの、あそのビフォーアフターっていう番組の視聴者さんの古い家とか、まあ、散らかったお家とかをあのリフォーム、リノベ、まあ、改造して生まれ変わらせるみたいな番組があってね、まあ、それが面白かったの。うん、ピヨコさんそれで合ってますかね返事ないけどはい、でまあそのお庭の大改造をよく見てたということですかね。はい、でムリアンのお庭、あのいつか見に行きたいですということで、もうこれはねぜひ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 行ってください。あの近くには動物園とか平安神宮とかもあるので、まあ、他の京都観光と織り交ぜていくのがいいと思います。はい、あの我々あの川瀬名人と私は、まあ、のんびりした方なので、まあ、2時間くらいは滞在してたんですけど、まあ、所要時間的には1時間、まあ、2時間弱くらいなんじゃないかなって思ってます。まあ、人によりますけどね。はい、そしてあの絶対ガイドつけてください、これ絶対。うん、
あの庭とか興味ない川瀬名人が感化されちゃったくらいいいガイドなので、ぜひつけてください。うん、あのお庭の見え方がだいぶ変わりますよ。川瀬庵もね、あのピヨコさんがおいくつなのかちょっと分かりかねるんですけど、早めに作るに越したことはないのでね、はい、あのピヨコさんのためにも川瀬名人早く川瀬庵作ってください。そしたらピヨコさん遊びに来てくださいね。ピヨコさんレターありがとうございました。番組ではレター、コメント大歓迎です。レターは概要欄のリンクからどしどしお寄せください。そして最後もう一つお知らせです。カルフェスではオンライン販売を始めました。こちらも概要欄のリンクをチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。それでは今日も皆さんに良い流れが来ますように。いってらっしゃい。